で2つ目の相談お願いします。本当に行きたい企業が絞られてきてしまっていて、その中で自分が手札が少なくなってしまうっていうことに対して、その中で泣いてもらえるかっていうのが不安で相談させていただきました。今何社ぐらい受けようとしてるんですか？受けようとしているのは10社くらいです。そのうち金融は何社？8社とか9社。めちゃめちゃ偏ってるわ。これに1社とか2社はどこなんですか？社はその第一志望のグループ会社。なるほど。金融やん。ちょっと違います、ほぼ金融みたいな。それなんでなんですか？そもそも自分は、まあ、お金が好きっていうこともあって、お金についての知識を身につけることができれば、まあ、人生が豊かになるのかなっていうのを思ったのと同時に、金融業界に進むことができれば、自分が身につけた正しい知識を自分の中で通行人の方に伝えることができればもっといいのかなっていうふうに思います。一人僕朝早くから来てくれてお金好きのおじさん一人知ってるんですけど、はい、そんなおじさんいるんですか？はい、紹介してもいいですか？はい、ぜひ紹介していただいて。あの目の前にいるその人。あのこんにちは、お前大好きおじさんでーす。ですね、はい、絞っていいのかっていう話なんですけど、そうですね、結論から言うと絞らない方がいいです。っていうのも、僕があらゆる人種ともう31年間も生きるともう何千人と喋るわけです。僕は金融業界の人が金融に詳しいと思ったことはない、はい、一度もない、はい。まあ、某メガバンクの某支店に行った時に、まあ、窓口の人が2年間の人だったんです。僕がいろいろ喋ったら、むしろ逆に皆さん教えてくださいみたいな感じで、はい、投資信託の話とか株の話とかひたすら俺が教えてあげるみたいな。金融業界イコール金融プロっていう考えるのはちょっと違うかな、狭すぎる。うん、じゃあ仮に、じゃあ、賃金会社メガワンの話をしましょう。メガワンで、債券担当になりましたと。債券って、例えば10年債利回りとかで 0.0 何パーセントの利回りですと。その知識をつけたところで、自分の資産運用できるかって言うと、できないんですよ。国債とか債券とかって、もう、なんちゃら生命保険とか、なんちゃら年金みたいなものとか、まあ、要は何千億円とか持ってるところを相手にして、安全に 0.0 何パーセントの利回りで10年間運用しませんかみたいな。所有制の個人のお金に関してはというと、0.0 何パーセント絶対やるべきじゃなくて、だから債券のプロになっても個人の資産のプロにはならない構造。お金についても学びたいっていう気持ちもあるんですけど、個人営業もやりたいっていう思いがあって、個人営業やりたいっていう意味で言うと別に銀行である必要はない。てか個人営業って政府と中小企業も多いから、一人のやや金持ちのおっさんにこの投資信託買いませんかって言いに行くとか、この生命保険ありますかとかって言いに行くっていう、そんなキラキラした世界じゃないよ。お金の知識も得たいんですけど、それよりももっとやりたいことがあって、それは中小企業の社長さんの一番の相談相手になりたいっていうのがあって、背景としましては、自分の父が中小企業の経営者として仕事をしてるんですけど、その中でその自分が成長していく過程で父が一人で悩む機会っていうのを身近で感じてきて、そういった方は世の中にはたくさんいると思ったんですね。でそこでそういった方の力になりたいっていうのが、お金を学びたいっていう気持ちもあるんですけど、それよりも上回っているので、銀行に就職したいなっていう気持ちがある。結論から言うと、はい、狭いっす。本質的じゃないというか、はい、なぜなら企業の経営をうまくいくっていう目的において手段もいっぱいあるわけじゃん、はい、手段の一つはそのデッドと言われている銀行から融資を引っ張るっていう手段、はい、でもその手段って一つだと思う、他にもいっぱいある、もっといっぱいある。そうなぜなら、まあ、こちらの動画でも言ったんですけど、エクイティと言われている株式によって資金調達をする方法とか、はい、で中小企業で言うとそれこそ助成金とか給付金とか、もう無限に制度があるわけですよ。厚生労働省の労働のとか、もういろんな仕組みがある中で、でも別に銀行員はそれで教えたところで利益にならないし、ノルマ達成にならないから、別にそこまで踏み込まないわけじゃないですか。自分が銀行員としてじゃなくて、こんな助成金ありますよとか、そういう仕組みを整理して分かりやすく教えてあげる情報発信屋さんになることによっても貢献できるわけじゃない。この目標を達成するためには銀行にならなくてはいけないっていう再認にかかるから、もっと広く見た方がいいよって、はい、これを言うとね、またねコメント欄で炎上しますけど、もちろん銀行価値ありましたと、はい、過去形です。なぜかというと、それはスマートフォンがなかった時代の話なんですね。スマートフォンがなかった時代って繋がることが価値だったんですよ。例えば布をこう海外から仕入れてくる会社と服を作る会社、この2つは交流が全くありませんでした。でも税源に根ざした銀行というのを通じて、安くいい布を仕入れてるところと布をうまく加工する会社がマッチして、お互いのビジネスがうまくいくと、お互いのビジネスがうまくいくから融資もいっぱい引っ張ってきて、金利も得られて、銀行も布の会社も服の会社も全員ハッピーになるっていうことです、はい、これがスマートフォンがなかったし、だけど今スマートフォンってあるじゃん。だから別に交流が繋がるのって別に銀行員を介さなくても良くなったという話、はい。ちなみに聞きたいんですけど、南さんからした銀行に就職することのメリットって何ですか？これ言ったら炎上しますよ。一つあります。親が喜ぶ。以上。
なぜなら親はその企業名を知ってるから。ですね、じゃあ僕みずほ銀行とやり取りすることが最近あったんですけど、みずほ銀行でもそのインキュベーター部みたいな形で、そのベンチャー支援とかピッチコンテストとかを主催するとか、ビジネスのスタートアップ支援とかの事業部はめちゃくちゃ面白そうだなと思ったんですよね。ベンチャーの支援に入って事業の作りとかにも結構立ち入ってやってるので、そういうところは面白そうだなって思いました、個人的に。そこは若くてエネルギーがあるから面白いって言って、若くてエネルギーがある組織って、まあ、多分全体からすると 0.1% ぐらいしかなくて、で 0.1% の方に入るか 99.9% の方に入るかって分かんないし、確率もやっぱね、結論から言うと若い組織って素晴らしいんですよ。若い子の方がモチベーション高いし、何か新しいことを取り入れようとするし、若い人は素晴らしいんですけど、いわゆる一般的な大企業はやる気ないですよね、正直。入ってから分かると思うんですけど、20代はやっぱ伸びてるからいいと思う。っていう意味で言うと、平均年齢が高い、いわゆる大きい銀行って、本当に幸せなのかなっていうのは、すごい疑問です。感想の方をお願いします。そうですね、自分の中で絞った方がそれに対する時間がかけられるんじゃないかっていう意味でも早く絞ろうとしてしまっていたので、もう一回いろんな業界というかいろんな職種を見て判断していきたいなと思います。結論から言うと、何で出ます？やっぱ、金融業界に何で出ます？まあ、志望動機さえ言えれば、なんか、具体的に人の名前出して、こういう人に聞かれましたっていう話をすれば、もう絶対受かるからこそ、逆にもう、銀行金融系はもう置いといて、それ以外の世界に出たらいいんじゃない？はい。でも、心強いですね、受かるって言われて。受かるけど、はい、それが本当に幸せだって。もう少し広く見るようにしています。はい、お願いします。ありがとうございます。自分が何言いたいのか分かんなくなって、結局、全然伝わんない。長々言っても、覚えられるわけがない。指導者の方なのに、本当にお前硬い人間だな、仏像みたいだなみたいな風に担当してるから人間性は。だから逆に言うと、このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。